はいどうも、今宵パワープロアプリの環境が変わるかもしれません、ミストです。はい、本日はですね、メンテナンスが明けまして、ついにパワーポケコラボ開始ということでですね、まずはガチャの方から引いていきたいと思います。でですね、このガチャで来ましたシアン、ブラックともにとてつもない性能で実装されました。まずシアンなんですけども、ヤッシュなら外角ヒスラまたはアーチストということで、北斗適性抜群でございます。そして上限のところ、ここね、走力上限、守備力上限の2種上限となっております。これもやばいですね。とてつもない性能で来てしまったということで、もう北斗高校の彼女枠はこのシアンしかいないんじゃないかっていうくらいね、やばい性能で来てしまいましたね。で、もう一人ブラックなんですけども、ブラックもやばくてですね、ヤッシュなら電光石火または牛若丸ということで、先日実装されました新電光石火を狙うことができるということで、はい、日野の強化とは一体何だったのかというね、もうやばいですね。得意練習が総力守備、そして上限がミート、上限アップですね。まあここも、うん、バランスよく編成されてるのではないでしょうか。この2人だけで3上限詰めて二次得2つ狙えるってやばくないですかっていうね、ことで早速ガチャの方を引いていくんですけども、まあガチャはいつも通りの感じですね。初回30個で PR 以上のシアンブラックで、2回目が40個で SR 以上のメキュラ2枚出現、3回目がバナナイ SR 確定ですね、シアンもしくはブラック、ここから50個になります。で、4回目バナナイキャラのみ出現ですね、シアンまたはブラックとなってます。で、5回目がまたバナナイキャラから SR1 枚確定で、今回ねすごい良心的だなって思ったのが、6回目バナナイキャラから PSR1 枚確定でございます。これは非常にありがたいですね。まあどっち出ても当たりなのかなと思っております。うん、まあ北斗の場合、彼女はね救出した瞬間一気に評価80上がるので、まあまあまあ、ここはだからもしかしたらブラックの方が当たりかもしれないですね。で、7回目でパワープロ君ポケット SR 選択ガチャ券がついてくるということで、計370個ですね、確定までだと320個のガチャとなっております。で、8回目以降は PR 以上のメキャラが1枚出現という感じですね。で、ここから確率アップするのかなということで、出現割合を見ていきましょうか。うん、ちょ、SR 以上の確率アップしてて、まあ、23% か、まあ、いつも通りの感じですね。はい、ということで早速引いていきたいと思います。まあ、ちょっとね、まあ、早く使いたくてね、しょうがないので引いていきましょう。このね、無料10連ガチャの方は別企画で引いていきますので、まあね、そちらも、よろしくお願いいたしますということで、いきましょう。パワーポケガチャ参ります。 GO。 まあたくさん欲しいですね、とりあえずSR と PR とかいっぱい欲しいですね。さあ、最初は出ず、どうでしょう。はい、ブラックですね、ありがとうございます。まあ SR 通れたらちょっとテーブルを見ていこうかな。はい、ブラック。おお、ブラックがいっぱいありましたね。さあ、20例目は SR2 枚確定ですね。ここで引けたら結構熱いのではないでしょうか。いきましょう。さあ、3枚くらい欲しいですね。確率を超えてゆけ。さあ、2枚暗転、よし、ナイスシアン、ナイスシアンということでですね、ボーナス見ていきましょう。はい、上限が30でつきますね、解放なしでつきます。ありがたい総力守備。そして、うん、ここはさすがにラブパ継続率アップとはなかったですね。怪我、体力消費量ダウンということで、うん、まあ、これはありがたいかな。はい、彼女キャラとしては、まあ、普通のテーブルですね。ただ解放しなくても上限2つ作ってのがいいところではないでしょうか。で、2枚目縦橋、まあまあまあ当たりですね。 OKOK、 とりあえずシアン引けましたね。
はい、ありがとうございます。では30連目いきましょう。ブラック欲しいですね。偏るとね良くないんで、ちょっと均等に出て欲しいですね。今回両方強いんでね。さあ演出的にはエサリ以上じゃないけど、1枚、3点、おーナイスブラック。さあこのね SR 絵だとね、この女の子になってるということでですね、このブラックもね強いんですよね。はい、見てください、敏捷ボーナスやばいんですよ。30でミート条件、やる気効果が 50% で、固有でタックボーナスと精神ボーナスで、35で敏捷ボーナス16で、45で敏捷ボーナス20のテーブルとなっております。総力守備で敏捷精神ボーナスを持ってるということで、かなりかなりというか超強いですねいやーこいつも偉すぎるな。もう一気に敏捷を稼ぐのが楽になったというかね、うん、ものすごいテーブルできました。で能力もすごいですね。チャンス、対左、盗塁、阿部比、内野安打、満塁、さよなら、逆境、総力バースト、うん、という感じになってます。めちゃくちゃ強いですね。いやーやばいな本当に。おお、クロスチャン PR2 枚、これは神引きですね、ある意味。はい、謎のクロスピックアップ、ナイスでしたね。さあここ SR 以上の演出が欲しいところ、頼んます、頼んます。パワポケ、パワポケ、うん、前回のね朝神ガチャではここで PSR 演出出ましたからね。おお来た、ナイス。さあこれもう確定ですからね、いっぱい来い。1枚か、まあ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 、確定で引けたのは熱いですね。おおシアン、おおいい、え、これ PR 確定全部もしかして、あ、え、結構な上段神引きじゃないですか、結構な。おおすごい、いやこれはありがたいですね。ちょっともうハゲ像ぶっぱしていいくらいの性能だと思うんでね。さあ、60連目じゃない、50連目いきましょう。ああもうやばいな、ちょっと。おお、虹！キラン！キラン！キラン！あー、来ないか。キラン欲しかったな。さあ、2枚。どっち？シアン。からのシアン。からのシアン。からのシアン。いいね、いいね、いいね。シアン2枚抜きは、グッド。おお、いいね。これ、確定分だけで45いけるんじゃないか。さあ、大事な局面参りました。バラないから、PSR1 枚確定ということで、なんかブラックの方が当たりな気がしますね。初期評価等も考えたときに、ブラックの方がありがたいなぁなんて思っております。現状ではね、ちょっとまだわかんないですけど、行きましょう。はい。さあ、なんか自分確定 PSR のとこ引くと虹出ないんですよね。さあ、複数枚頼む。複数枚お願いします。いや、1枚か。とっやっぱね、祈ってない方来るよね。祈ってない方来るよね。はい。ってことでね、シアーンの PSR ゲットできました。はい。今回シアーンにめっちゃ寄ってるな、結果で言うと。うん。まあ、50でも変わんないですね。ということで、ありがとうございます。いや、可愛いですね。非常に、うん。キューティフルな。彼女ということでありがとうございます。では最後70連目いきましょう。選択ガチャ券付きですね。あ、ブラックを取る感じになるかな、これは。いきましょう、お願いします。 OK、 ナイス。ブラック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 。さあ5番目の女となれ。さあ来い。おっ、やばい、パソコンが今ガクってなったわ。いや、5番目の女お前だったか。いやー、ドッグフード持ってる、ドッグフード持ったやつ来ちゃった。まあ確率アップはしてないんでね、しょうがないっすね。まあ引けただけよしということで、はい、まあ無難な結果っすかね。ということでですね、結果から見ていきますと、SR 以上でいいっすよね。入手順、SR 以上。
はい、シアンが3枚、ブラックが2枚。あ、違う、シアン SR が3枚、ブラックが2枚。SR 縦橋1枚、PSR 四条隅か、そしてシアンという結果でしたね。まあ、どうでしょう。まあ、均等に出てくれたのは非常に素晴らしいのかなと思っております。ただ、ブラックの解放がちょっと難しいかな。やっぱそうだな。初期評価低いからブラック PSR の方が良かった説は正直あります。まあ、ただ解放してなくても、この敏捷ボーナスですから、まあ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 、OK ですね。全然35でも使えるということでですね。早速、このキャラたちを積んで、北斗高校やっていきたいと思います。まあ、シアンは PSR 使えばいいですし、追いガチャもするかな？いつまでかな？ガチャは。ガチャ期間は、ああ、結構長いですね。5月11日までということでですね。まあ、まだちょっと、ね、金徳不確定とかもしかしたら、ね、あの、ブラックの方あったり、イベントがどうなのかちょっと分かってないので、まあ、もうぶっ壊れて分かった瞬間、いやもうほとんどすでにぶっ壊れだと思うんですけども、まあ、ゆがちゃんも考えて、パワープロライフ楽しんでいきたいと思います。まあ、次はね、こっちの動画、まあ、あるね、伝説の企画を復活させようと思ってますので、ぜひお楽しみにしててください。という感じで、今回は終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。では、失礼します。See you!